今日は広島湾宝島クルーズに行ってまいります。宮島、広島、呉、江田島を自由に周遊できる広島湾宝島クルーズパスを使って日帰り旅行に出かけた広島市民パブリシストの3人。まずは広島湾宝島クルーズの第1便を使って広島港から呉港へと向かいました。この広島湾宝島クルーズパス、同日祝に専用のクルーズ船が1日4便出ており、クルーズと定期航路が乗り放題というお得なパスです。パスには同日祝用のほか、定期航路乗り放題の平日用も用意されています。呉港に着いた広島市民パブリシストの皆さんが向かったのは、港からすぐのところにある大和ミュージアムです。ご覧ください、こちらが大和ミュージアムのシンボルというべき10分の1スケールの戦艦大和です。かなりディティールが細かくて、こっちも圧倒されてしまいますね。立派なものだと思います。大和ミュージアムと鉄のクジラ館を見学し、内緒で呉グルメを堪能した広島市民パブリシストの皆さんは、呉港から定期航路のフェリーを利用して江田島に向かいました。呉港から江田島小陽港への航路では、呉ならではの海の風景も楽しめました。クルーズと定期航路が終日乗り放題、パブリシストの皆さんはこの利点を最大限に利用して船の旅を楽しみました。そして江田島に到着した皆さんが向かった先は、旧海軍兵学校、海上自衛隊第一術科学校、こちらを見学しました。江田島小陽港から再び広島湾宝島クルーズに乗って、最終目的地の世界遺産宮島へと向かいました。宮島にはわずかな滞在で、最終第4便を使って広島港に戻った広島市民パブリシストの3人。とっても有意義な船旅だったようですよ。この広島湾宝島クルーズパス、同日祝用が今月29日日曜日まで、平日用が今月30日月曜日までとなっています。今こちらの方、広島港に帰ってきました。宝島クルーズ大変面白かったです。駆け足の1日でしたけど、本当に宝島な1日でございました。